今日も買い取りドライブスにいろいろ売りに来てくれましたよ。ジムニーの古いセットですね。金額を伝えると、じゃあそれで、それとこれも引き取ってくんない、買ってくんない。お客さん、洗濯ハンガーは無料です。じゃあそれで、ありがとうございます。でお客さん帰った後いろいろ調べてみたんですけど、これ2本ブリヂストンなんですよね。ブリヂストンのブリザック1758016 DMZ3 ですね。ナットンとこのプッシュはもうサビだらけですよね。これはホイールのディスク面も白サビだらけで、ガリ傷もまあいっぱいありますね。残り山は 0.5 分山、一部山ぐらいですかね。おかげさまで土も持ってきてくれました、お客様。土ですね。で製造年が2002年なんで、22年前のタイヤなんですよね。これ22年前のタイヤで、もう2本がこちらもしっかりと汚れてますね。土がしっかりついてます。グッドイヤー、日本語で言うと良いお年をのラングラー IPN って書いてありますよね。こっちは2011年なんで13年前のタイヤで、残り山はバリ山ですね。バリ山だ。フロントにこっちを履いてて、キャップついてる方はリアに履いてたって感じですかね。でもジムニー軽自動車だからって、やっぱり日本日本別々のタイヤってあんまり履く人いねえっすけどね。でもこれ22年前のタイヤで、残り山は減ってますけれど、横ひびがないんすよね。でこっちのグッドイヤーの方はバリ山ですけれども、12年前のタイヤですけど、横ひびがひでえですね。横ひびがっていうことは、やっぱりタイヤの王様ブリヂストンがすげえってことですかね。だってこれ横ひびひでえっすよ。横ひび、つい最近まで乗ってたって感じじゃなくて、庭にぶん投げといたって感じだから、まあいいんかもしんですけどね。白サビもいっぱいありますね。こういうのでもね、買い取りしてますんで、持ってきてください。残り山少なくても横ひびあっても買い取りますよ。ただ洗濯ハンガーは買い取りしませんからね。なんだ、もう買い取るって言ったでしょうな。洗濯ハンガーだって買い取るって言ったでしょうな。言っても買い取りしませんからね。ありがとうございます。